ついにやってしまった。皆さんこんにちは。とあるしがない内視鏡技師の部屋、略してしが部屋へようこそ。このチャンネルでは消化器内視鏡に関するさまざまな情報を医療従事者の皆さんにお届けするチャンネルとなっています。今日はですね、皆さんが気になっていた実験をとうとうですねやってしまいました。何かというと、そうです、禁断の ESD の送水機能を持つナイフの注入抵抗の比較、これをやってしまったんですね。今ってさまざまなメーカーから、送水機能付きのナイフっていうのは、当たり前のように出てきちゃってるんですけれども、実際に比較した人っていないんじゃないですかね。いたらごめんなさい。比較したところでそれがナイフの性能とイコールにはならないんですけどね。なんでやったかっていうと、ただ単に内視鏡技師としての興味です。これずっとやりたかったんですけど、デバイスを揃えるのがやっぱり大変になってくるんですよね。新しいナイフを開けるわけにもいかないので、開けたけど使わなかったとか、あとは期限切れになってもう患者さんに使えないよっていうナイフをですね、コツコツとこう溜め込んでですね、ようやく5種類揃いましたので、今日はその5種類を比較していきたいと思います。今回使用するナイフを紹介していきます。まず1本目はオリンパスのデュアルナイフ J ですね。シースの長さも多分抵抗に関わってくると思うので、今回使用した、ナイフは、5種類とも全てですね、株用の長さで揃えております。オリンパスのデュアルナイフ J は、1950mm、 シースの長さは 1950mm で、送水機能としては、ニードルの横っちょからですね送水されるようなタイプのナイフになっています。2本目は、カネカメディックスから出ている一線ですね。一線のシースの長さは 2000mm になっています。一線の送水機能はオリンパスのデュアルナイフ J と同様にニードルの横から送水されるようなタイプになっています。3本目はペンタックスから出ているスプラッシュナイフ M ですね。これはシースの長さ2200になっています。送水の機能としては、ニードルの全周を覆うようにですね、シースの根元からナイフ越しに送水されるような、そういった、タイプになっています。4本目はマイクロテックから出ているテックナイフですね。いわゆる黄金刀と呼ばれているやつです。テックナイフのシースの長さは、1950mm になっていまして、ニードルの先端からですね、先端からニードルからそのまま送水されるようなタイプの送水機能を持っています。最後5本目が、ボストンから出ているプロナイフですね。プロナイフのシースの長さは 2300mm になってまして、これもテックナイフ同様にニードルの先端から送水されるような機能を持っています。測定条件なんですが、インジゴカルミンで青く色付けされた、ハーフのヒアルロン酸、それを 10cc のシリンジに詰めました。で、本来であれば、そのままシリンジを、ナイフのハンドル部分の送水口と接続するんですが、今回はその間にですね、圧力計をかましました。で、使用した圧力計は、臨床工学技師はおなじみの右下さんですね、圧力計を使いました。よくシリンジポンプとか、輸液ポンプなんかの閉鎖アラームをチェックするような圧力メーターになってますね。で、それらを接続した状態でシリンジから注入をしていくんですけれども、当然ナイフの先端から液体がポタポタ立ってきますね。ポタポタポタ立って、その液体がポタポタポタってその滴下から噴射に変わった瞬間の圧力を最低圧力としてカウントしました。それでは結果をご覧ください。
いかがだったでしょうか。結果を見るとこんな感じになりますね。まあ、当然ですね、シースから送水されるタイプの、ナイフっていうのは、まあ、抵抗が低い傾向にありますね。やっぱりシースから出るっていう点で、まあ、注入量も多くなるし、その分抵抗値も下がる、まあ、フローが確保されるっていうことですね。ただその中でもデュアルナイフ J の抵抗が他の、スプラッシュナイフですとか一線に比べてちょっと高いかなっていうような結果になりました。それに対してニードル送水タイプのベスですけれども、まあ、テックナイフに比べてプロナイフの方がですね抵抗が低かったっていう結果になりました。まあ、この結果踏まえて何なんですけれども、まあ、冒頭で言ったようにですね、まあ、注入抵抗っていうのはナイフの性能を評価する要素の一つでしかないんですね。まあ、本来であれば、まあ、何回も測定して統計的にですねこう出すのが望ましいんですけども、まあ、これ学会の発表とかじゃないですし YouTube なんで、まあ、あくまでも参考として受け止めていただければ幸いです。まあ、ちょっとここからはおまけなんですけれども、もうナイフから送水してる時に見える水柱の状態ですね、まあ、これが、ニードルの横から出るようなデュアルナイフみたいなタイプとシースの中心からニードル越しに出るようなスプラッシュナイフ、あとはニードル先端から出る、まあ、テックナイフとかプロナイフみたいな、まあ、これら3種類の実際マーゲンモデルを使った送水の比較っていうのをしてみました。その動画も見てみてください。まあ、いかがですかね。まあ、こんな感じで、送水の飛び方も、まあ、どこから送水されるかによって全然変わってくるんですよね。なので、まあ、様々な要素が複合して送水機能って成り立っているっていうので、まあ、そこは押さえておいていただきたいところですね。まあ、個人的な使用感にはなるんですけど、やっぱりニードル送水タイプが ESD の送水では使いやすいのかなっていうふうには感じています。まあ、若干抵抗は高いんですけれども、送水した水が、粘膜に跳ね返って視野をびちゃびちゃにするとか、まあ、そういうこともないですし、防流効果もやっぱり高いかなっていうふうに感じてます。今の段階ではですね、この送水機能を極中っていうふうに認可されているのはプロナイフだけになるんですね。ただ、似たようなところでテックナイフっていうのもありますので、今後薬事を取り直して認可されたり、はたまたですね、全く新しいデバイスが、極中機能を兼ね備えて、今後出てくるんじゃないかなと思いますし、そういったものを出てくることを楽しみに期待していきたいと思います。そんな感じで、今日はここら辺でお開きとしましょう。この動画が参考になった、面白かったと思っていただけた方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いします。また、概要欄の方に、無料で学べるオンラインサロン、エンドサロンのリンクを貼っておりますので、まだ登録していない方は、無料登録で動画見放題となってますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。You put your right foot in, you put your right foot out.